おはようございます。こんにちは、こんばんは。おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、はたななの、エミと。マコリンです。はい。本日はですね、6月25日のイベントに向けてですね、出演アーティストに、コメントを、まあちょっとね、対談をしていこうかなということで、今回お呼びしましたのは、ちさのとみらいでございます。どうぞ。どうもー。めっちゃ芸能のみらいです。よろしくお願いします。いきなりちょっとガヤガヤしてすみません。芸人っぽい人だったじゃあ改めてですね、紹介したいと思います。ちさのとみらいですね。はい、まず自己紹介ですね。よろしくお願いいたします。はい、我々は去年の2022年の5月から夫婦ユニットとして活動を開始しました。ちさのとみらいと申します。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ嬉しい。なんか、ね、普通に会うの久々だもんね。そう、めちゃめちゃ久々ですよね。そもそも、なんかご結婚をされてから会うの、ね、そう、結婚をされてからっていう、なんか夫婦ユニットで、俺なんかちょっと何か持ってこなきゃと思って、今日とここに来る前に買ってきたんで、持ってきた、本当に嬉しいです。ドア玉からサプライズ。ちょっとすいません、早速お祝い。私も知らなかった。すごい、ね、これやばいですね。こんなイベントでいいんですか、これ。いやいやいや、そうだ、ちょっとのお酒なんですけど、飲むかどうか分かんないけど、ありがとうございます。じゃあ、皆さんいただいてもらう。ありがとうございます。いただきました。いただきました。じゃあ、今日はこの辺でありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。今日はちょっとお酒を飲みましょう。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、遅くなってしまって。お祝いは。ということで、お祝いスタートです。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、で、にぎやかに始まったと思うんですけども、はい、今回はたながですね、なぜこのお二人をお誘いしたかと言いますと、はたななの最初のライブでですね、以前二人がやってたミミックというバンドでですね、最初にやって、本当にはたななの初ライブですね。初ライブ、6月8日の。そう、6月8日。そうなんですよ、渋谷ラママで初めて対バンしたのがなんとミミックということで。わお。何年でしたっけ、何年前なのか。13年。ちょうどそうか、2013年が10周年だから。10周年から、そうですよね。失礼しました。そうだ、2013年6月8日から。そう、もう10年経って6月にまた対バンができるということが本当に嬉しいですし、そう、お祝いですね。本当にありがとうございます。そうで、今回はね、今ちさのとみらいでやられているということで、ちょっとお二人をお誘いさせていただいたんですけれども、そうですね。そうですね。そう、なんか10年前に初めて対バンして、今も続いてるって結構いいよね。そうですね。まあ、僕らは形は変わっちゃったんですけど、それでもね、一緒にやらせてもらったり、出てます。本当に。こうして仲良くさせてもらえて、とっても嬉しいことだと思いますし、はい、ずっと10年変わらず続いてるのが本当に。いや、もうありがとうございます。素晴らしいですよね、本当に。今って、2人でやってるんだよね、完全に。2人でも完全2人で、曲作りとかも、全部。で、そのミミックの時は、まあ私はもうピンボーカルで、ギターも弾かずにやっていて、で、ドラムでやっていて、あとメンバーがね、男2人いて、4人で、まあ知ってる人もいるかいないかね。まあまあ、派手なギタリスト。派手なギタリスト。派手なギタリストと。パワーポップっていう感じですね。そうですね。だったんですけど、まあ、今は、本当に、アコギボーカルとカホンっていうね、やって、しっとりとした曲を歌っているような感じになりました。え、ギターって昔からやってたの？やってません。ね、もう。だって、やっぱちょっと日、まあ、やったね、昔。でも、なんか、二人がさ、二人っていうか、仲いい、今度出てもらってペッペサーレのね、そうそうそう、はいはいはい、やってたじゃん、なんか5人で一回一人でできる、そうそうそう、ガールズバンドのボーカルだけ一人で出るっていうイベントがあって、その時に一生懸命ギター弾いてて、そっか、でもエミさんはずるずるできるの、しかもこのその中ではギター弾けるのに弾かずにアカペラ、あ、でやアカペラでお客さんに手拍子してくださいってクラップの中歌うって、それはそれですごいことだし、できないから、そんな痛い感じ、いやいや痛くない、度胸がメンタル強いよ、強いけど一番できる人が弾かないくて、逃げたなるほどね、なるほどね、いや弾
けるんですよ、エミさんはね。あれ何年前ぐらい？あれもだからもう7、7、7、7年前ぐらいですかね。そうね、そうです。あれその時は何で出たっけ？アコースティックギターを持って。あ、じゃあもうその時ぐらいから始めて。いやいや、その時やって、もうそこから全くやらずに、挫折して、もうギター私無理だっていう。何年も過ごして、はい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 、そこからソロに、そもそもバンド活動を、うんうん、5年前に終えたんです、確か。5年前、ソロが、ちょいちょい、ミミックが。あ、ミミックがね。5年ぐらい経ちます。多分、もう、多分そのぐらいは経ちますね。そんなやつで、で、そこからソロでやっていくってなった時に、ギターを持って届けたいなってちょっと思った時に、だからでも3年前です、ちょうど始めたのは。いや、でもすごい、ね、すごい弾けるもんね、今ね。今はようやく弾けると言えるようになったからって。だいぶ弾けるようになりました。今度見てもらえばね、ね、はい、分かると思う。その成果を。緊張しちゃうね。確かに緊張しちゃう。手元めっちゃ見られてる。確かに見ないでなんか、未来くんもさ、結構ギター弾けるよ。そうですね。僕がチサロに教えました。だからギターを。じゃいい先生が近くにいた。いや、めちゃめちゃ怖いんですよ。もうなんか身内なんで、もう言いたい方が言われるんですよ。まあまあ、そうね。しかもなんかドラマーだからさ、リズム違うみたいな。あ、そうそうそう。もう何よ、アコギはリズム、アコギもリズム楽器だから。怒られまくりの日々。それちょっと初心者には、初心、まあギター、アコギ始めたてにはね。あの厳しい意見です。そうなんです。もう、そうですね、マコリンに教えてもらいたい。優しいらしいからね。あ、やっぱり。いや、それがね、いいと思う。ね、それがいいと思う。反省ね、ちょっと反省、ね。うん、いや、でもほら、詰め込まれた方がやるじゃん。いやー、私褒められてないみたいな。俺褒めないタイプ。全く褒めない。全く褒めないから。そう。まあでもね、だんだんそれがね、生きて、そう。でも本当ありがたいなと思います、今は。そのおかげもあって、成長してると思うので。だいぶ泣いた。なんか嫌だな。だいぶ泣いたもん。だいぶ泣いたもん。1リットルはいってる。1リットル涙か。1リットル涙。でもそういうのってさ、あの、ずっと一緒にいているじゃないですか、はいはい、でライブ前とか喧嘩したらさ、はい、ああそうね、その次の日のライブいろいろ影響しないの？いや俺らはしないタイプです、すごい、全然しないですね、切り替えますし、うん、でもやっぱ喧嘩は本当音楽のことだけです、本当に、ね、喧嘩すると言ったら、うん、ちゃんと向き合ってるよね、向き合ってるってことですよね、だからつまりいいことだということで、でもライブには影響しないようにしてると思います、すごい、ミミカの時からそうだね、うん、見た時からそうやってます、そうそうそう、長く付き合ってるんで来てて、うん、もうやっぱその辺はもう今も変わらずずっとみたいな、変わらずです ね、うん、自然体ですね、だからね、そうですね、いい意味でね、本当に、うん、本当に自然体でいたいと思ってやっぱり夫婦で活動していきたいなとも思っていて、うん、はい、そう、あのやっぱ学生の時ぐらいからずっと仲良くさせてもらって、仲良くちょっとこうやらしてもらって、やらしてもらって、仲良くやらしてもらって、そのやっぱうちらはやっぱ基本的にずっと生活の中で音楽があって、そうですね、もう2人でなんかうハモって生きてきたんで、歌を歌いながら、うん、そうですね、それをそのまま今も形にしているというような形ですね、うちさんの富田になってからは初めて、初めての対バンですし、なんか、ね、インスタの投稿とかでよく見てるけど、そうですね、はいはいはい、私もあんな感じですで実際ね、あのライブのこのコロナ禍も終わって、そうそうそう、はいはいはい、これね、終わったか分かんないけど終わったので、ね、終わったね、ライブの空気を、ね、味わえる、十分に味わえる、十分にね、十分に味わえると思いますよ、味わえる、これから楽しみにしてます、はい、あ、こちらこそおいおいですよ、おいおいさせてください、どうなんだね、私結構こうなんか歌い上げる感じになってきてる、そうか、そうか、まあでも元々そうか、まあ元々そうなんですよ、まあでもパワーポップっぽいは変わらないですね、わりかし、うん、超楽しい、なんかやっぱコロナ禍でその煽ったりするっていうのがやってこなかったから、ね、難しいところを聴いてもらう曲が増えたかなっていうのはちょっとあるかな、いい、ね、っていうのはちょっと違ってくるかもしれないですね、んだからなんか、あ、どうぞ、なんか横からダチョウクラブみたいな、二人ダチョウクラブみたいな、あの破綻なメンバーは、ま、あの当時と比べてベースは今全然、はいはい、変わったけど、うん、変わっ、はい、だけど基本的にはバンド名は同じだけど、はい、結構音楽はすごい変わったって言われてる、はいはいはい、2人もさ、その初めて対話した時と比べて、うんうんうん、携帯も違うし、まあそうだね、やってる音楽の感じもなんか違うじゃないですか、はい、うん、だからなんか10年を超えて、まあ、そういう感じでまたね、わ、違う、
っぱ進化してきますよね。ね、進化します。もでも絶対劣化はしてなくて、もう本当進化しかしてなくて、今の私たちがいると思うので、やばい一日になりますよ、ね。やばいよ。なんか、ね、楽しみです、ね。変な話、こうベーシックにも戻れるっちゃ戻れるんですか。ああ、そうですね。そうです。でもまあちょっと変わっていきたいっていうところで、やっぱ10年も経っちゃこうなるよっていうのはやっぱあるかなと思いますので、そこもちょっと楽しみながら見ていただけたらなと。はい、思っております。はい、で今更なんですけど、はい、我々のこう第一印象とかってあるんですか？第一印象？なんか変わらないですよ。変わってない。第一印象は第一印象変わってない。なんかイメージがもうずっとなんかこの鳩田さんはまあエイさんはもう元気だし、ありがとうございます。なんかこうこれがないですよ。あ、これ。いつあっても、もう、ここにも、ここにいる。わーだから、でも、わーもないし、わーもない。ずっと、ずっと、いいところにいらっしゃるから、いつも、エミさんだって、なんか、安心感があるし、どーんとなんか、確かに変わらない。構えてる感がすごい。それはいい、いい意味で、いい意味で。待ってる。すごい、もう、そこに、ただ、行くっていうようなイメージが一緒になって変わらないし、みんな来てね、みんな待ってるよ、エミさんが構えてるよ、どうも待ってるよ、そう、それ周りがの皆さんなんか優しい、確かに優しいっていうイメージがめっちゃあるっす、ね、エミの仲間たちみたいな、そうそう、エミの仲間たち、そうイメージは今もずっと10周年とっても変わらないなと思って、ね、うん、ありがとうございます。色で言うとやっぱカラフルで、まあそうですね、黄色、緑、うんうん、ピンクみたいな、そういう意味ではね、逆に思いますけどね、なんかみんなカラフルなイメージがあった、あ、本当ですか、うん、あ、ミミックの時は、そう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 、ちょっとなんかこう出会った時はなんか、あ、同じようなパワーポップがいるって思った、はい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 、これはやばいと、あ、そうやばい、いや、だって初ライブだよ、初ライブで、そうかあれを見せつけられたら、あ、そうなんだ、大丈夫、私大丈夫かなってなってた、意外な心境、そうそうそう、これはやばいなってなって、初期で練習しました、いや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 、何を、いやいや、でも私でも揉まれてきたのかな、揉まれてきた、お母さんが初ライブの時にはもう多分4年ぐらい経ってたのかな、3、4年ぐらい経ってた、そうなんだね、そうかそうかそうか、2013年か、2013年っていうと、23歳だから、いいの、いいの、今のいいの、大丈夫です、次33回目の夏って言ってもよかった、そうそう、まだまだ4年ぐらいですかね、経ってるから、多分、ちょっと揉まれてきてて、ちょっとずつね、で、うん、なんで、そうそう、だから最初からでももう出来上がってるよね、だとしたら、エミさんの声がすごすぎて、そう、パワフルすぎて、なんだろうね、カツンと結構普段ちっちゃく喋ってるんだけどね、まあ、確かに笑ってる時くらいじゃない、笑い声は大きいイメージある、そうそう、喋ってる時割とこうまっすぐ喋ってるから、それこそ、あ、やっぱまっすぐなんだ、まっすぐなんか一定のトーンかもしれない、はいはいはい、確かにエミさんのこのトーン、うん、急に笑うと張り上げるぐらい、はいはいはい、そのこぼすかね、上っすか、そうそう、ずっとここにいるよ、そのずっとカーッ、本当にね、耳障りです、ね、耳障りで有名ですから、ね、でもずっとやっぱギター弾きたくないって言ってたんですよ、ね、もう本当2年半ぐらい前までは、うん、ずっと言ってた、半年前ぐらいまでは、うん、あ、で最初そうか、リーモさんがね、はい、そうですね、ペペサーレのリーモさん、次対バンで楽しみ、ね、その時は全然弾いてなかったんだっけ、そうです、あ、最初は弾いてなかったです、でも一緒にギター持って2人で、うん、やったりとかして、私はほぼ弾いて音出てるみたいなごまかしさせてもらってました、なるほどね、全然私もできないな、いや難しかった、弾きたくないもん、弾きたくないですよ、でもピンボーカルから、ね、楽器持つってなかなか難しいですよ、そうですよね、難しいですし、やっぱ今はでも難しいことはやってないです、まあまあ、難しいことをせずにどういい音楽を届けるかっていうのはめっちゃ悩むよね、シンプルだよね、あ、でも今はすごいシンプル、シンプルです、うん、楽しみにしてください。いや、本当に。はい。あの、6月25日、なんかメッセージをいただけたらなと、はい、向けて。はい。はい、10周年、鳩田さん、本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。10年経っても、こうやって、私たちの形が変われと、うん、まあ、対話できるのも本当に嬉しいですし、はい、読んでもらえて本当に嬉しいので、私たちもいっぱい愛を込めて、歌いたいと思いますので、はい、皆さん、はい、遊びに来てください、お願いします、お願いします、遊びに来てください、盛り上げるよ、ありがとう、アコースティックだけでも盛り上げるぞありがとうございます、はい、いやね、じゃあ本当にね、キラキラポップは変わってないので、とても楽しみにしておりますので、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、それでは
じゃ以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。改めて6月25日渋谷ラッシュですね。旗70周年、アニバーサリーイベント、開催いたしますのでぜひお越しください。お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございます。佐野と未来でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。